します。やばなんじゃこれ、すごいです。これはお金を持ってないですね。この景色がすごいです。500万。一人前の経営者っていうのは年収5000万だって言われることがあるんですよ。ちょっとお願いがありまして、うん、三崎さんの周りですごく稼がれてる社長、うん、どんな自宅に住んでるのかなと思ってお金持ちの家、はい、ちょっと見たいなと思うんですけど。お誰だろうね、俺の周りでお金持ち。どうしようかな。上場企業の社長にしよう。いいですね。ちょっと一回連絡してみるわ。はい、お願いします、うん。来ていいよって。あ、めちゃくちゃありがたいです。俺昔行ったことあるっちゃけどね。あ、そうなんですか。すごかったよ、うん、超高層階で景色良くて、はい、でさらにリフォームされてるらしいよね。リフォームされてから行ってないんで、うん、ちょっと楽しみに。私、三崎さんの家以外の社長の家行くの初めて、はい、うん、あ、初めてか。全然違う全然規模が違うんで、はい、行ってみましょうか。お願いします、はい、お願いします。はい着きました。ご自宅は初めてですか。中西社長の家は2回ぐらい行ったことある、はい、それは普通に遊びに行ったみたいな感じ、まあ、麻雀しに行ったのねそうなんですね。でも久しぶりよ。確かね、リフォームされたって YouTube の動画上がっててさ、はい、リフォームしてから行くのは初めてじゃないかな、うん、楽しみやね。楽しみですはい、西崎です。はい、出まーす。やばくねこれ。おーすごい。あ、こんにちは。お邪魔します。マイナです。どうぞどうぞ。お邪魔します。はい、お邪魔します。はい、どうぞ。失礼します。うわー、やばなんじゃこりゃ。すごいです。なんじゃこりゃ。いや、ちょうど今動画、はいはい、YouTube どのぐらいですか、住んで。2015年からなんで、10年弱ぐらい。あ、そうですか、はい、これはお金を持ってないですね。いいこんな景色の家を見たことないですね。すごくない？この景色がすごいです。リフォームはいつされたんですか？1年前ですね。窓にもちょっと変えて。変えて。結構じゃあいじってますね。あの、これスケルトンにしたんですよ。おー、じゃあ全部壁から作り直して。そうです、全部取っ払ってスケルトンにして作り直したんです、はい、なるほど。これはいい家具ですね。これは大塚ですね。結構いい値段が。200ですね。200万ぐらい。これもイタリアでから取り寄せた、うん、はい。これも高いですか？そうでもないですね。でもまあまあしますよね。まあ多分このカーテンの方が高いかもしれないです。これで500万。やばいっすね。すると思います。これはどこのカーテンですか？そういうメーカーさんで、はい、宇宙で作ってもらったやつなんですね。ご自宅に自動で閉まるものがあることがすごいです。これ広さどのぐらいですか？全部で140平米。懐かしいですね、そこで麻雀やってたのが。そうですね、はい、何年前ですか？もう 4,5 年前。コロナの前だったんで。コロナより前ですよね。で、中西さんも上場前です、ね、全然上場前です。あれ何きっかけで麻雀やり出したんでしたっけ？もともとは、はい、あの御社で、はい、新卒募集のサイトを作ってもらったのがきっかけ でお付き合い始まって、はい、はいはいはい、呼んでもらってボコボコにやられそうなんですね、うん。うちのスタッフから、はい、社長っていくらぐらい稼いでるんですかっていう話があって、はいはい、西崎さんの周りでこう誰が一番お金持ってますっていう話の中で真っ先に浮かんだのが中西社長です。で僕あの41歳ですね。40歳までほぼ貯金なかったんですよ、はいはい、これまでお金ってどんな風に貯めておられましたか？いやー、でもなかなかね、はい、お金ってたまんないですよね、はい、経営者って、うん、一般の方より給料もね、はい、多くても結局ねそういう生活水準になるというか、うん、まあそうですね。やっぱりちょっと家賃もね、はい、かかったりとか、はい、結局すごいお金かかって、はい、なんかなかなか貯金ってできないですよね、うん、中西さんもじゃああんま貯まってなかったんですか？全然ないです。ほんまですか？はい、ないですね。ずっと、はい、ずっと、はい、上場すると、うん、まとまったお金が入ってくる。その辺も僕伺いたかったんですけど、はい、上場すると自社の株を市場に放出するわけですよね。でそれでまとまったお金がガンと入ってくる、はい、どんぐらい入ってくるとかっていうのはこうみんなに分かってるんですか？実は公開されてるので、上場とか関係者の方だったら、うん、ここ調べたら載ってるよとか分かると思います、はい。何に使ったんですか、そのこう？リフォームもね、かなりさせてもらいましたし、日本海の方に別荘を買おうかと、はい、今年の年末ぐらいにできるかなみたいな、はい、車とかは買いましたか？実際ね、はい、あんまり興味ないんですよ。そうなんですか？そうなんですよ。時計とかは？時計も持ってないです。
いや僕なんかね、はい、本当お金使わないんで、はい、できるだけふるさと納税で納める、はい、会社やられて何年でしたっけ。2000年の12月に設立したんで、はい、もう24年目。うん、はい、これまで給与は着実に上げてった形ですか。26歳の時に、はい、あの会社を起こした時に僕50万しかなかったんですよ、はい、そこからスタートしたんで、はい、僕の給料は月10万円、はい、で最初ちょっとお金借りたりして、はい、家賃と携帯で払ったら、はい、あともう毎日どん兵衛です。しばらくずっとそんなもんじゃったんですか。3年ぐらいです。ああ3年ぐらい、はい、どのぐらいからちょっと楽になったなって感覚ありましたか。5年目ぐらいから事業がうまくいきだして、はい、それで自分も社員も給料上げてみたいな感じですね、はいはい、最初10万から始まって、はい、今があって、はい、まあ、こういうふうに上がっていくんですけど、はい、やっぱりあの事業やってたらこうなるんですね、まあ、その時はガーンと下げたり、ずっと給与も右肩上がりで、では全然なかったないですね。あの実際3回ぐらい倒産しかけたんですよ、2015年がその3回目なんですけど、その頃にいろんな事業をやったんですよ、うんうん、ことごとく失敗して、はい、ちょっとやばかったんですよ、はい、銀行が、うん、全く見向きもしてくれなくなって。 それは既存の事業も調子がよく、なんか新規事業だけじゃなくて、実はね既存の事業だけが調子いいんです、はい、本業は調子いいんですけど、はい、この事業がもし倒れたらどうなるんだろう、はい、どうしてもね2つ目の柱が欲しい、はい、こう思って全く畑違いのことをやってですね、はい、これがことごとく失敗する。あで結局本業が一番ずっと調子いいんですよね。それで2、3年ぐらいしてもう2017年、はい、結構もう会社としても回復してきて、うん、で2018年もう上場準備を始めて2021年に上場したと。なるほど。その新しい柱を作るよりも本業一本に絞ってやった方がブロードさん的には良かったっていうことなんですね。そうです。会社を起こして何年かした時に先輩経営者の人に、一人前の経営者っていうのは年収5000万だって言われたことがあるんですよ、うんうん、その人がなんでそう言ったかとちょっと覚えてないんですけど、はい、それを一つのバロメーターというか、はい、目標にしてこうやってきてって感じですね、はい、なるほど。もうそれは上場した後ですか。前ですね。前にで、そこからはずっとそれ以上、そこからは変えてないです、はい、あ、とりあえず到達したんでもうずっとそのままで、はい、それ以上取って今度会社の利益が減るじゃないですか、うん、だからそこを減らすよりかは、うん、そこを一旦で維持していこうという感じですね、うん、なるほどですね。1億稼いだ時は月どのぐらい使うんですか、お金を。毎日新日なんで、はい、月に使うのは600万ぐらい、はい、飲み代ですよね。そうです、飲み代だけで600万ぐらい、はいはい、オーナー企業なんで、うん、好き放題じゃないですか。まあそうですね。朝まで飲んでるんですよ、ね、会社行かないですよそうだね。で夕方顔出して、はい、ちょろっと見て、はい、また新宿。例えば結構そういう経営者の方っていらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、そうするとやっぱ事業にも結構反映される感じですか。はいはい、実際、はい、そんな生活は長く続かないです。あ、やっぱり社員も、はい、社長遊んでんなってなるし、うんうんうん、事業はだんだん傾いていきますよね、はい、そのまんまです、典型的な。なるほど。それは上場前です。15年ぐらい前なんですよ。15年前、はい、会社作って24年言ってました、はい、ってことは10年ぐらいしてから、はい、すごい調子が良かった。調子良くて儲かりすぎた、要するに自分の実力異常に儲かっちゃったんですよ。それを勘違いして、はい、でこうなって給料いっぱい取って、はい、会社も行かず、はい、遊んで、はい、とんでもない自堕落野郎やったんですよ。結局こうなってきて、あ、働かなあかんみたいな、うん、だからもうこんなんですよね、はい、典型的に失敗するパターンも何度も失敗して、はい、あったからこそですよね。もう一度その遊び方をしたいともならないですか。ならないですね。もう毎日がだんだんあかん方に向かっていってる、うん、地獄に向かっていってるのがもうなんとなくわかるんですよね、うん、感覚として、はい、もうそんなんやったって何一ついいことないですよ、ね、うん、経験してご自身で失敗をされてるからこそよね、うん、そうですね。でこれから会社成長していくじゃないですか、はい、売り上げ上がっていく、利益も上がっていく、増やしていってどうするんですか。使いたいものとか買いたいものとかってないんですか。戸建てのね、まあ家買おうかっていう計画ありますけど、でも正直それ以上何かあるかっていうと、はい、これ本当綺麗事に聞こえるかもしれないですよ、はい、最終的には寄付とか、うん、そういう学校に行けない子どもたちとか、はい、動物の殺処分の問題とか、うん、まあ、そういった社会問題の解決っていうところで何かできたらいいなっていうのは最終的に思いますね。スンスンスンと来たように思われるんですけど、はい、そうでもないですよね。そこを先の人はこうですよね。生き残れたなって思いますよ。ここまでその生き残れた、言ったらどっちかに分かれるじゃないですか、はい、10年でね、本当ほとんど 90% 以上潰れちゃうって言われてる中で、はい、生き残ってはると、何が一番大きかったですか、自分の中で。一つだけあげろって言われたとね、死ぬんですよね。変な言うんですけど、なんか守られてるぞ、何かに、はい、例えば事故で言うと、うん、ある程度怪我はするんですけど、致命傷まではいかないみたいな、なんかそういうような感覚ですよね、はい、
復活ができる程度なので、まあ、今の創業メンバーもそうですし、はい、僕がそういうね、いろんなこんな時でも今も続いてやってくれてるんで、20年選手たち結構いるんですよ、うち。この子たちにやっぱ支えられてるなっていう、うちの YouTube のこのタスク君もそうなんですけど、はい、まあ、この辺りの世代とかも新卒で6年目とか7年目ぐらいになってきて、力つけてきて会社支えてくれてっていう、そういういいメンバーたちが集まってやっぱ支えてもらってるから自分があるみたいな。同じこと言うから僕の周りですごい成長されている、稼がれている経営者のちょっとご自宅を持って形でさせてもらったんですけども、中西社長のチャンネルで今度ちょっと僕のお話もいろいろと交えながらさせていただいてますんで、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいて、チャンネル登録してもらえればなというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。